た始まった忘れんぼ手帳の隅っこだってカレンダーにだって丸しておいたのにどうして怒ってるかお分かりですか？分かってんのか？謝っても許さないんだからね。もう知らない。どこにでもあるようなどこにもないような幸せ探しはまだ始まったばっか。楽しみにしてたプリンだって君に食べられるために生まれたわけじゃなかったのにな。それちょっとだけちょうだいね、一口だけちょうだいなんてあまりにも都合が良すぎじゃないの。飽きちゃったらいらない、残しちゃったらごめんなさいって、君のせいかしら。ここで2番に入ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。一体全体あたくしのことをどれくらい愛してるって言葉じゃなくて形で欲しいのです。今日が何の日かお忘れですか？でも誕生日なんていうのもちょっとしゃくね。もう嫌い。そもそもなんですけど愛してるって言いましたよね。じゃあ覚えてるのが当たり前なんじゃないですかね。そこんところどうなんですかね。教えてくれてもいいんじゃないですか。お願いします。結婚するかしないとか子供は何人欲しいとか幸せ家族計画を掲げる前にタバコや酒は控えるとか明日から真面目にやるとかだらだら続いているじゃ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 。それちょっとだけちょうだいね、一口だけちょうだいなんてあまりにも都合が良すぎじゃないの。飽きちゃったらいらない、残しちゃったらごめんなさいって君のせいかしら。一口だけちょうだい、もう一口だけちょうだいなんて甘え上手って罪なんじゃないの。ちょっとだけちょうだいね、できたら全部ちょうだいなんて君のせいかしら、私のせいかしら、やっぱ君のせいかしら。ははーん、なるほどなるほど、わかりました。おしまい。